というわけでよろしくお願いします。お願いします。昨日あれでしたよね、オンラインイベントをやろうと思ったらうまくいかなかったのね。はいはい、そうですね。なんかオンラインでね、そのズーム、今回のこれみたいな感じで、オフィシャルな感じで話すっていうよりも、普段のその打ち合わせとかメンバーととか、でそういうので対応してたんで、なんかこう、で、その時の一応発売日だったから企画やったんですけど、はいはい、いきなりズームが世界的にこう、通信障害とか言われちゃって、僕らの新作でプラン B って曲ありますけど、はい、今やってること自体がもうプラン B なんですが、なるほどね、プラン B まで用意しないと、ね、本当だ、それだけみんな今初めての事態で大変なことになってるなと、うん。確かにプラン A、B だけでは足りませんね、こんな時。ないですね。なんかでも、バンド内ではそういうミーティングというかやり取りは、ズームとかを使ってやり取りって結構してるんですね。してますね、割と。バンドっていうよりも、この俺の風景、見覚えある人、はい、毎晩そのふざけたことやってるんですよね、ドラムのジンと。はい。最近 YouTuber ですもんね。そうです。もう毎日忙しいですもん。普段のレコーディングとかライブ暮らしより全然忙しいですね。ただやるってわけにもいかないしね。そうなんです、そうなんです、うん。まあ、ただやるから始めたんですけど、はい、やっぱどうせだったらこう、同じ時代なんで笑っていただいた方がいいなと思って、うん、ふざけ出したらもう、誰も止める人もいなければ、自分たちがこう、なぜやってるのかもちょっとわかんないまんま、やめどころがないっていう状態で。走り出したらじゃなくて、ふざけ出したら止まらないぜ、って感じ。目的を見失ってますね。見失ってますね。一応、都内、彼、はい、ドラムの陣は盛岡住んでるんで、盛岡今もう非常事態宣言一応開けてるんですが。なるほど、確かにね。はい。全国的に日本全国開けるまではやろうねっていう、うん、それが俺たちのコロナとの戦い方だとか、ちょっとよくわかんない、こう。なるほど、はい。なんかでもこういう時って、それが実際どうなのかってことを置いといても、なんかそうやってゴール設定しないと何もやりにくいというか。そうですね。うん、やっぱりコロナ、その自粛とか、その、やっぱ開けてからのいろいろ指標を見せてくんないと、示してくんないと困るでってね、いろんな方に知ってますけど、自分たちでこう決めてやらないとね、本当にただ、ストレスにはなってないですけど、結局、うん、やってることは音楽ではあるんで。でも本当にその、ルーティーンじゃないけど、本当決めていかないと、何もやらないで一日が終わってしまいかねないような毎日じゃないですか。でもまあ、規則正しいんですよね、あれのあるおかげで。毎晩10時にはこう、あれをアップするって決めてて、うん、まあまあ、ちょっとその日の仕事内容とかで11時とか10時みたいな時もあるんですけど、はい、なんかその決め事があるとやっぱ、ほんと規則正しくて、ちゃんと早起きして、ちゃんとこう、なんかそれこそ夏休みとかあると計画立てて規則正しい生活してた方ですか？まさか、ね。全くです。宿題的に計画立てさせられるじゃないですか、学校とか。まあね、うん。あれからどう逃げるか。そして今はもうなんか逃げようもないような事態になっているわけですけれどもです、ね、そんな中アルバムがまあこうやって昨日からストリーミングとダウンロード配信、そうですね、昨日からですね、で6月1日からは通販の限定版とかが紙ジャケ仕様で出てくるということですけど、なんかやっぱアルバム出たぞっていう実感しにくいですよね。しにくいですね。なんかだからそのツアーが5月17日昨日から千葉ロックスタートだったんですけど、それがこうもうできないなって見えてきたあたりから、4月のそうですね、レコーディングの途中ぐらいから、これアルバム出す意味ねえじゃんみたいな気持ちもちょっとあったりとか、やっぱね、ライブのためにツアーのためにアルバム作ってるとかもちょっとあるんで、どっちが先かっていうのもあるんですけど、うん、鶏と卵だよね。そうこれはツアーないんだったらアルバム出す意味ないなっていうのがすごいあって、で例えばだけど、そのいろんなバンドが発売延期してたりするのも、結局そのやっぱり外出をこう促しちゃうじゃないですか、レコード屋さんに並べちゃうと、まあ買いに行くっていう作業が入ってきますもんね。だからやっぱりその発売流通っていうよりもやっぱりね、事務所から直接通販であればまあ大丈夫かみたいなのとか、でもその結局自分らで設定している5月17日の発売日っていうやつのところには、少なくとも都内とか大阪、北海道とかは非常事態宣言解除されてないだろうなっていう予測がついてたんで、
その1回悩んだ時に、いやひとまず5月17日にダウンロードストリーミングだけはもう絶対やろうと思って、そこに向けて自分らやることもたくさんあるし、で聞いてくださる方もそこを目標になんかこう楽しみを一つでね、さっきのその1日のスケジュール立てじゃないですけど、この、ね、非常事態宣言明けつるだろうなっていうのも見えてきてはいますけど、そのね、コロナ自体の収束っていうのはまだまだ見えないので、その中でこうここはこうしようっていうなんかこう自分たちの区切りみたいのをつけていかないと、まあ、確かにそういう何かしらの区切りを設けないと何にもできないし進んでいかないですもんね、うん、そうですよね。なんかそのツアーはできないにしてもいろいろ考えてしまった時もあったけど、5月17日にそのダウンロードとストリーミングはするっていうのは、まあ、昨日できたのでよかったなっていう。普段だったらもうそろそろ番が手元にあっておーとか見ながら喋ってる感じなんでしょうけど、はいはい、ちょっと今回はそういうわけにいかないですけど、ちゃんとこちらにこうやってプリントアウトして用意しましたけども、ありがとうございます。アルバム自体はこれ制作いつ頃からいつ頃にかけてしてたんですか？制作ってあれですか、曲作り的なとこからですかね。曲作りから言うともう結構前からってことになっちゃうの。でもまああれですね、去年末からですかね。去年の末、うん、うん、これね多分増田さんに何回か話してるかもしれないけど、俺こう最近のねブラコメとクラブバンドの曲作りからのスタートが、はい、締め切り、それこそそんな締め切りみたいな話ばっかりしてますけど、1月に必ずその弾き語りで透明版やるんですよ。はい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 、そこで新曲を3曲は絶対披露するっていうのを自分で決めてて、うん、ノルマを課す、はい、でそこをお客さんにも宣言しつつ、でそこに向けて曲作りを年末から始めて披露して、一回そこでまあ一人でやる部分としては完成をさせて、うん、今度2月に今度ベースの小林勝かピアノの佐藤を始めてツアーをやる、はい、で3月はその、うん、あれでっていうのを、ま、この 3,4 年そうなんですよね、うん、でだから1月2月3月でまでにその年末からこう温めてきた、なんとなく作ってきた曲たちがどんどん完成していって、1月2月3月でどんどん曲が形になっていくってことですよね。そうやね、形を、はい、携帯を変えながら、そうです、ね、しかもお客さんの前でそれを板谷タスクさんに言ったところですね、お客様からお金いただいて公開プリプロしてるだけじゃないかよっていう、お前汚ねえぞって言われたんですけど、そんなつもりはないですけど、いやでもそう言いながら多分彼は次真似するんじゃないでしょうかみたいな、 なんかうまいって考えてやがんなみたいなことだとは思うんですけど、あの人、うん、そういう言い方をしそうですね。そうですね。で4月にはレコーディング取り始めるっていうパターンなんですよね。4月3日。なるほどなるほど、はい、で今年もそうで、うん、なるほどなるほど、そういう感じでしたか。そういう意味ではじゃあその作り方のプロセスというかあのあり方はいつも通りというか、まあ、定例化してる感じで、特に今回新しい作り方をしたことはないわけ。一個だけあって、うん、去年、一昨年加入したあのドラムのテルイジンが、はい、今思うと、やるべきじゃなかったのかもしれないなと思うんですけど、ああ、よかったなとは思いつつ、浮かんでくる風景って割と、かなりメキシコ寄りなんですけど。自分でこう自然と出てくるメロディーがなんかそっちっぽいっていう時期なのかな。日もさちも一歩も動けない。 Let's go